津田孝一は日本中央競馬会所属の調教師で元騎手。1970年鳥取県西伯郡那和町にて4人兄弟の長男として出生。長兄でありながら体育が小さかったものの運動が得意であった津田に父は騎手になることを進度の一つとして提案。競馬とは無縁の環境であった鳥取で生まれ育ち、競馬サークルにも知人のいなかった津田であったが、 父の勧め通り競馬学校に、進学、1989年立党、渡辺久志旧車所属の騎士としてデビュー。同期には、田中勝春、佐藤鉄蔵らがいる。デビュー当初、うちの馬はすべてお前に任せると告げた渡辺は、他旧車からも騎乗馬を回してもらうよう手配するなど、角田を支援。その期待に応え、初年度十三勝を挙げ、1 9 8九年の、 JRA 賞最多勝利新人騎手として表彰された。師匠の渡辺の縁で、鶴留明を山本正史といった、武田文吾一門の旧車の馬に騎乗することがあった。角田は1991年、シスター島賞に騎乗し、大賀賞を制覇、デビュー3年目にして、GI ジョッキーとなる。騎賞難であった同馬を乗りこなせた要因を後に、角田は、 競馬学校時代にクセ馬ばかり乗らされた経験が生きていると語っている。1994年にはノースフライトとのコンビで安田記念マイルチャンピオンシップを制し GI を2勝。デビューから5年間での重賞11勝のうち10勝がヒン馬に起乗してのものであり、ヒン馬に起乗しての活躍が目立つことから、この頃よりヒン馬の角田と呼ばれるようになる。 さらに翌年、菱明けボノで、スプリンターズステークスを制覇。前年ノースフライトの GI2 勝と達し当時のコバ、短距離 GI 全制覇という記録を達成。佐山雄長教師、菱の冠名の競争馬を所有している、安倍正一郎オーナーからの信頼が厚く、この多シミラクルで GI3 勝を記録するなど、一時期を除いて長く、主戦として活躍をした。 2001年は、ジャングルポケットで、東京優春を制覇。同馬種、同級車同機種で、幻の三冠馬と呼ばれた、藤木跡以来の念願を成就している。角田はその後、渡辺久し球者の定年解散に伴い2004年3月より、フリーへと転向これにより後に、GI 馬となるスイープ投票、不再地パンドラの主戦を下ろされる風雲に見われ、 カチクラを大幅に減らした時期があったが、2007年、サマージョッキーズシリーズ初代チャンピオンを獲得し、第21回ワールドスーパージョッキーズシリーズへの出場を果たすなど徐々に起乗回数を回復し、カチクラも伸ばしていた。騎手生活末期は、松永正宏9社の主戦騎手として起乗していた。2010年2月に調教師免許試験に合格し、 同年2月28日付で引退することが発表された。同年3月1日より中竹和也9社にて技術調教師として活動。翌2011年3月1日付で調教師として開業した。2013年11月9日、ファンタジーステークスで管理場のベルカントが優勝。調教師として重傷発生派となった。長男である 津野田山とは2014年のジョッキーベイビーズ優勝者で父の日本ダービー優勝を映像で見て騎手に憧れ2017年4月に競馬学校に36期生として入学。2021年2月に騎手免許試験に合格し、同年3月にデビューした。次男も騎手を目指し2019年に競馬学校に38期生として入学した。 2019年には管理場のマスターフェンサーで、米国クラシック競争のケンタッキーダービー、ベルモントステークスに挑戦した。カッコ内は、当該場の優勝重賞競争。太字は、GIQ 競争。太字は、文下生。カッコ内は、旧社所属機関と所属中の職分。ありがとうございます。